海南西観光速鉄道は中華、人民共和国海南省の高速鉄道路線である。海南東観光速鉄道と合わせて、海南間島高鉄と呼ばれることがかなりあり、実際、環状運転を行っている列車もかなりある。海口市と山足とを結び、途中、海南東西岸の州市、正さ里リ族自治県、東方市、楽東、里ー族自治県を経由する。 海南西間高速鉄道は中国の高速鉄道の中では都市間鉄道に分類される。鉄道部と海南省、海南省発展空港有限公使が共同出資し、海南天空港有限公使が設立された。2012年9月18日にまず、三亜法凰空港間で着工。2013年9月に残る鳳凰空港海口間を着工。 2015年6月30日に全線、軌道敷設が完了し、同年12月30日に開業した。総事業費は271億元。この海南西観光速鉄道の開通に伴い、海南島の公的環状運転が可能になった。伏線電化であり、電車列車による旅客運輸を主とする。路線全長は 345km で、 設計上の最高速度は時速 200km である。16駅が設けられ、海口駅、海口東駅、三ー駅が都市間列車の始発着駅となっている。CRH1AA 型電車が運用されている。海南東間鉄道と一体となって運用されている。ありがとうございます。